神のご加護があらんことを。よし、そんな、よし、まったく。そうね。もう。翼でも生えてなければ人も魔物もおしまいだろうな。魔物もか、これは使えるかもしれないな。これほど多くの魔物が、おそらくさらに目も攻め込まれておるじゃろうな。急ぎましょう、一刻も早く世界樹の最上部へたどり着かなくては。
一気に来たでげすね。うまいこと立ち回って乗り切るでガス。祭壇はまだ先よ。ここで足止めを食うわけにはいかないわ。いいわよ。詰め込まれておるじゃろうな。来てくれよな。Thank you.
どれだけの数を倒せるか限界に挑戦してみるのも悪くない。違うでガスよ。雰囲気の話よ。もうおっさんってどうしてこう想像力が欠けてるのかしら。私の力見せてやる。愚か者だ。あれは一体。外からも魔物が来るのか。厄介だな。
いちいち相手をしていたら先に進めない。でも放っておくわけにもいかないわ。なんとかしなくちゃ。バイキルド。ねえねえおお、はあ、え、はあ、お手紙が届いていますよ。
また。あの扉の先が調和の祭壇よ。よし、僕が一番乗り。おっと、な、何が起こったんでガス？大変でガス。あいつ扉の前で通せんぼしてるでガス。これじゃ先に進めないでゲスよ。門番のお出ましじゃな。何としてもここを突破するのじゃ。導き出される答えは一つ。祭壇の間にすでに魔物が入り込んでいる。まずいわ。祭壇が壊されたら大変よ。一刻も早く奴を倒さないと。この魔物、一筋縄ではいかないようですね。みんな焦っちゃダメよ。隙を見つけて攻撃を叩き込むの。
っと強い相手はいないのかしら。ようやく再会できたな、光の者どもよ。え、もしかしてラバトールの闘技場にいたあいつなの？やっと会えたな。この時を楽しみにしてたぜ。はて、ああ、貴様は闘技場にいた剣士。俺とは関係ないなどと言っていたが、やはり光の者の仲間ではないか。仲間になったんだ。お前との決着をつけるためにはこいつらと一緒の方が何かと都合が良さそうだったからな。さあ行くぞ。ちょっと待って、戦う前にまずはこの人が何者なのかはっきりさせてもらいましょうよ。それと光の者に何の用があるのかも教えてもらおう。そう焦るな、今からたっぷりと説明してやるさ。さてまずは私が何者かだが、我が名はヘルムート、闇の一族の最強にして最後の王よ。闇の一族、ジュリエットが言っていた光の一族と対をなすという者たちのことか。ほう、少しは自分の素性について学んだようだ。ならば貴様ら光の者が我らを不当に虐げてきた歴史についてももちろん知っていような。かつて光の女神と結託した貴様らの先祖は我が一族の主たる闇の竜を追いやった。そしてこの忌々しい世界樹によって封じ込めたのだ。世界は光で満たされた。我が眷属たる魔物たちも人間を襲うことを忘れ、逆に手なずけられてしまった。え？じゃあ魔物はもともと人間を襲う生き物だったってこと？そんなの嘘よ、信じられないわ。魔物だけではない、世界そのものが貴様ら光の者どもに都合がいいように歪められ本来の姿を失っているのだ。私はただ取り戻そうとしているのだよ。闇が解き放たれた真の世界の姿をな。いけない、世界中が闇の中に。させるもんですか。おい待て。かかったな愚か者だ。これは一体。体が動かない。祭壇は光の一族と闇の一族のみが立ち入れる聖域。それゆえここに罠を仕掛けておいたのだ。これぞ我が闇の腕輪の力よ。光の者を闇に落とすことが世界中を闇に染める唯一の方法なのだ。
さあ落ちてゆけ深き闇に。そんなことさせないぞ。これでも食らえ。何？驚かしよって追いミスがいるごときが光の腕は持っているわけがない。愉快愉快実に愉快だ。さあ光の者よ、肉体と精神を闇に捧げ世界中の力を喪失させるのだ。世界中が完全に闇に染まり朽ちるのも時間の問題よ。その時かさ、忌まわしき封印が解かれ我らの神闇竜が復活するのだ。ずいぶん落ち込んでるみたい。無理もありませんわ。大切な方が目の前であんなことになってしまったんですもの。あの時私が飛び出したりしなければ、私のために彼は。そのように自分を責めるでない。責められるべきはむしろこのわしなのじゃ。ディルク様、この世界には光の力を継ぎし者たち、すなわち光の一族を守る役割を代々担う一族がおってな、守護者と呼ばれておる。そして何を隠そう、わしはその末裔なのじゃ。だからお前たち二人を守り抜くことはわしの大切な使命だったのじゃよ。ディルク様が私たちの守護者、この世界の王様なのに。そう、王家こそが守護者の血筋じゃ。にもかかわらずわしは使命を果たせなんだ。守るべきものを守りきれなかったのじゃ。が、しかし、わしは諦めてはおらぬぞ。望みはまだ残されておる。それは
彼を助ける手立てが残されているってこと？わからん。が、言って聞いてみる価値はある。光の女神にな。光の女神？それって確か闇の竜を封じたっていう光の神様でしょ？そんなすごい神様に会えるんでガスか。古より光の一族が訪ね、女神の言葉を賜ってきた場所がある。光の塔と呼ばれる聖地じゃ。わしも直接足を踏み入れたことはないが、その塔の最上階に光の女神のおわす祭壇があると聞く。そこへ行けば彼や世界中を助ける方法を教えてもらえるかもしれないのね。行ってみるか。わしはどこまでもついて行くぞ。私たちもね、ずっと一緒だったんだもの。最後まで付き合うわ。ほら、みんなもそうしたいってね。はい。ああ。うわあ！わしらは本当に頼もしい仲間たちに恵まれたの。行きましょう、光の塔へ。